100回目記念動画いうことで何しようかなと思ったんですけども、まあどっか行ったりしようかなとは思ったんですけども、新しい登録者の人がまだまだ少ないんですけども増えたいうことで、自己紹介動画をこの際作ろうかなと思いました。 YouTube をね最初にやった時にね自己紹介動画いうの作ってたんですけども、カメラに向かって喋るのがまだちょっとねおどおどしてたりね、結構ねぎこちない動画やったので、もうそれは削除したんですけども、まあちょっとなんじゃかんじゃ自己紹介していきたいと思います。生年月日は1968年12月24日、クリスマスイブ生まれです。で、まあ、名前は、まあ、本名はちょっと言えないですけども、キリちゃん。まあこれの由来っていうのは、アニメのソードアートオンライン SAO ですね、それのアニメが好きで、その主人公の名前が桐ヶ谷和人っていうんですよね。それで桐と言って愛称で呼ばれてるんですよね。桐ヶ谷和人で、桐人で、それでまあ最初桐人にしてたんですよね、SNS でいろいろ。でも結構同じ名前使う人がやっぱりいてるんですよ。それでキリちゃんってちゃんをつけてみました。それでこれキリちゃんと、まあ、チャンネルを掛け合わせてキリチャンネルにしたんですよね。それで生まれも育ちも大阪です。そうですね、どんな仕事をしてきたか、工場関係が多いですね。若い頃は製造とかね、そういうのを結構してきましたね、製造職とか。それでまあおじさんになってからは軽作業系、若い20代の時はねドライバーもしてたんですよ、トラックのね。まあそんなに長いことはしてなかったですけども、途中でちょっとね事故りかけた時はもうすごく怖くかってね、もう雨の日に急ブレーキかけた時に一周回りましたからね、スピンしたみたいにぐるーって、もう死んだかと思いました。もうそれから怖なくなってね、もうやめましたね。そうですね、あと質問とかあったらね答えやすいんですけどもね、なかなかねないんでね、自分でなんか自己紹介しろ言うて思い浮かばないんですけども、まあ性格はどっちか言うたらギャンブルとかするようになってからは短気になりましたね。まあ短気になったから言ってどうのこうのするとかそういうのではないんですけども、常識は持ち合わせています。本当に短気なとか言ってよく女の子にはね言われるんですけども、優しそうな顔してるのにとかって言われるんですけども、まあそれは付き合った人にしかわからないということなんですけども、はい。あとはそうですね、ちょこちょいとかそういうことはないんですけども、口、まあこうやってね YouTube でしゃべるいうか、40超えてからはまあ営業とかできるんじゃないみたいなぐらいね、結構ね人前誰初対面の人でも喋られるように話せるようにはなりました。若い頃はねそれができなかったんですよね。まあね、いろいろ勉強してね、勉強を言うと簿記とかねそういうのをやってきたんですけども、頭には結局2級が受からないのでやめましたね。小さい時にはそろばんの1級も取りました。あとは塾とかも行かしてもらったんですけども、それもね全然役立ってないし、まあ勉強はね
そういう人多いと思います。結局は仕事には行かせてないいうことで、それでまあバツイチで、バツイチなんて8年ぐらいなんですかね。まあ、子供はもうその別れた奥さんが2人引き取っています。まあ結構小さい子なんですけどもね。あとはですね、お酒は一応毎日飲んでるんですけども、夜勤とかやったらね飲まなかったんですけども、あれって結構習慣化なってるんですよね。でもノンアルコールビールなんでね、今飲んでるのは結構もう普通のあのアルコール入りを飲むと眠くなって なんかやらなあかんことでもできなくなっちゃうんでね、もうあんまり飲まないようにしています。あとは恋人は今はいません。まあ、あの欲しかったからあの婚活もしてたんですけども、まああの動画の方を見てもらったら分かるんですけども、あの婚活したせいでちょっと破産したみたいな感じになってるんですよね。はい、まあいろんな動画あるのでちょっと見てもらえたら嬉しいです。で今はサブチャンネルの方でご飯食べながらちょっとぼやくような、まああんまり聞かれるとちょっとあの文句ばっかり言ってるんで、あこの人なんか嫌やなって思われてこっちの方登録解除いう形になる人も出てくるのかもわかんないですけども、誰でもあのねそういうところは持ってるのを分かっていただけたらなって思います。はい、まあ、説明にも書いてるんですけども、まあいろいろ騒音がねうるさいとかそういう動画を出してるんですけども、引っ越しを考えています。本当にいつできるのかちょっと分かんないんですけども、掃除が下手でね、ほんま掃除しないといけない、全然やってないというね、掃除がほんま大の嫌いでね、本当に男はねあの女性がいないとダメっすよね本当に、うん、つくづく感じます本当に。あとはねまあなんで YouTube やったいうのはやっぱりそら一番は収益化目的なんですけども、僕若い頃の写真とかがねもうあんまり残ってないんですよね。どっか探したら押し入れとかに中学時代とかあると思うんですよ。20代2、30代のちょうどいい時の写真が何もないんですよね。写真を撮ってこなかったっていうのが本音なんですけども、それでまあね動画として残せたら老後とか見た時に楽しいかなと思ってね、それもあるんですよね。それでまあ別れたね娘とかがね見てくれたらね、お父ちゃん元気にやってんねんや、そんな思うかどうかでも分かんないんですけどもね、まあ元気にねまあ数年後中学生とかになってね勉学に励んでくれたらね、今みたいなねコロナにねなってたら勉強しよう思ってもねなかなかねうまいこといかないと思うんですけども、頑張ってやってもらえたらなって思います。そうですね、他なんかね聞きたいこととかあったらねコメント欄でもいいんですけども、あんまりね答えられないようなこともあるんでね、それとやっぱり僕も人間ですからイラッとするようなこととかアンチ的なコメント、批判的なコメントはもう削除、ブロック、非表示どれかします。本当に僕はどっちか言ったらアンチコメントをそのままハートをマークつけるようなやり方はしません。なんでそんなね
しんどい目してまで、ね、ハートマークつけなあかんのかなってちょっと疑問に感じます。本当にそうですね、そういうそんな感じです。また何かありましたらあのツイッターも書いてありますので概要欄の方に、そちらの方でもいいんでいろいろ質問とかお願いします。それでは終わりたいと思います。今後ともよろしくお願いします。